ございます。本日は9月の4日水曜日22時半の佐藤でございます。今日は何の動画かと言いますと、私、石川県の金沢市の方に明日9月の5日から行くことになりました。ありがとうございます。ありがとうございます。そういうことなんです。そういう動画に、今日はしていきます。まあいろいろ今日話していくんですけれども、見てください、ほら、ベッドがここにありますけれども、ちょっとね、模様替えしました。模様替えね、うん、ちょっとね、こういう感じで、ね、今ちょっと機材がありますけれども、机があって、こちらね、寝室の方に、こちら前まではベッドが、隣の部屋、向こうですね、向こうの部屋に、あったんですけれども、ゲーム実況用の部屋として、隣の部屋にパソコンがあるんですけれども、デスクトップのパソコンですね、あるんですけれども、ちょっとベッドついさっきまで向こうにあったんですよ。なんですけども、ちょっとね、最近眠れなくて困ってたんですよ。ちょっとね、なぜか眠れなくて、ちょっと原因をいろいろ考えてたら、おそらくそのベッドといつもいる部屋が一緒だから、だからなんか寝室として構えてなかったんですよ。寝室と作業部屋を分けてなかったために、だから体が、脳が休まってない状態で寝てた節があるということで、ちょっとベッドをこっちに持ってきちゃいました。はい。まあね、6月だったかな、前回の、模様替えしたんですけれども、結構ね、あれからも7月、8月と、実はちょこちょここまめに、模様替えしてたんですよ。なんですけども、やっぱりベッドはこっちがいいと。ベッドはこっちがいいと。うん。睡眠がやっぱり、重要だなと思って。やっぱりね、14時間とか平気で寝ちゃってましたからね。本当に。いや、なんか、昼の、2時まで。寝るのが、夜の3時とかに寝て、昼の2時とかですから。もう14時間とか。下手したらもっと寝てたかなと思います。はい。いやー、ですからね、本当に、うん。睡眠は大事ですね。はい。と、まあ、そんな話で、金沢行ってきますよ。まあ、ちょっと青春18切符がですね、前回の福井旅行で、3枚使ってたんですけれども、まだ2枚残ってる。5枚綴りですから、青春18切符は。あと2枚残ってるということで、ちょっと、ね、僕、そろそろバイト始めるんですけれども、9月の10日以降に、始めるというか、もう決まってるんですよ、バイト先に。決まってます。もう内定もらってます。内定っていうのかな?ちょっとわかんないですけども、もう決まってるバイト先があるんですけども、あらかじめ行ってやるんで、ちょっと、金沢行きますって、行ってやるんで、9月10日以降に、まあ、バイト先行きます。通わせてくださいって、行ってやるんで、そこは大丈夫です。大丈夫です。で、それまでに、金沢に行きたいな、ということで、いろいろ調べて、行きました。行きます。はい。金沢行きます。ねえ。まあ、金沢、いろいろ楽しみですけどね。一番何が楽しみかっていうと、なんだろうね。やっぱ、金沢城公園。瀬戸さんも行ってたしね。うん。行きたいなと思います。
金沢城公園を中心として、その間をこう、その周りをこう徒歩で歩くといいっていう瀬戸さんの動画で言ってましたから、瀬戸さんの動画で、あのタクシーのうんちゃん、タクシーのおじいちゃん、タクシーの運転手さんが言ってましたから、それは間違いないだろうということで、金沢城巡りたいと思います。はい、まあそんなところですかね。金沢城、まあ他にも兼六園とかなんでしょうかね、あとは金沢カレー、ゴーゴーカレー、ゴーゴーカレーはどこでも食べれるか、チャンピオンカレーですか、チャンピオンのカレーとか、あとはハントンライスでしたっけ、うん、なんだっけ、オーマイグリルとかっていうオーザッツグリルさんだったかな、ちょっと名前忘れちゃいましたけども、行ったりとか、基本的に食ですね。食が楽しみです。金沢は。本当に。まあ他にも、兼六園もそうですし、あとは、あれか、21世紀美術館、21世紀美術館とか行ったりとかですね。なんか、ツイッターで見ましたけども、チームラボの展示が、つい先日まであったということで、もう終わっちゃったみたいなんですけどね。うん。その期間に行きたかったなというのはありますけども。でもまあ、プールのあれは見れるんで、あれが見れるんで、そこが楽しみです。はい。ですね。うん。まあ、そんなところですかね。あと、やっぱり魚介、市場ですね。なんたら市場というのがあるんで、市場でお寿司とか食べたり、ね、寿司食いねえさんとか行ったりとかしたいなと思います。いや、わかんない。寿司食いねえさんに行くかわかんない。まあ、他のお寿司屋さん近くにあったら入ると思います。はい。そんなこんなんで、私、佐藤慎之介、金沢旅行に行ってまいります。これから準備だ。じゃあの。